髪染めたの分かります？青っぽいだってね。本当に真っ黒に見えます。それな、なんか緑と青を混ぜた色を入れましたって言われました。そう、なんか私的には自然な暗い色と思ったけど、結構そう自然な暗い色がいいって思ったけど、めっちゃやっぱ青とか入ってるから結構めっちゃ暗くなる。そうやばい、違和感、自分的にめっちゃ暗くなりました。そうでもまあ頭洗ったら多分色落ちると思うんです。ぐやばい、えぐみ。そうめっちゃなんか髪が暗くなっちゃった。突然のアイス。声が好きです、ありがとうございます。いただきます。チョコも買いました。え、おいしそう。これねめっちゃ話題になっててね、食べたいなって思ったんですよ。冷た。髪色似合ってるってありがとう。でも違和感でしかない。今日アイライン真っ黒にしてみた。いつもなんかブラウンって感じだけど、今日は真っ黒にしてみた。それめっちゃ長く引いてる。おいしい。うん。ね、髪真っ黒いみたいになっちゃったよね。早く色落ちよう。こんばんは、何を食べてます？これです。今日大丸東京でお代理おすすめのカヌレ買った。え、嬉しい、ありがとう。お洋服がとても素敵ですね。だってえ、そうなんかショールームするから着たこの服さめっちゃ着やすくて合わせやすいのに1回か2回ぐらいしか着なかった今年。マジでジャージばっかり着てた。うん、でもこれショールームのために来たから明日普段着で着ようかな。いいよね、この配信のためだけに来たから。え、待って、なんかカラメルみたいな入ってる、なんかメイクしようと思って髪色変えたからさ、なんかメイクしどんな顔かちょっと 見なきゃって思って、メイクしたらちゃんとした服も着なきゃって思ってこうなった。うん、
あと前髪もめっちゃ切った。なんか久しぶりにこんな短い前髪になった気がする。最近ちょっとずっと長めだったから、そう結構短くしてもらった。伸びるからさ。洋服かわいいだって。昨日 NMB のライブに登場してびっくりしたよ。お、そう NMB さんの12周年のね、夜音のライブに昨日は出演させていただきました。嬉しかったし楽しかった。かわいかった、みんな。そう、そう NMB も AKB も好きだから本当に嬉しかったって。嬉しい、そんな言ってくれて。そうだからさ、そう昨日 NMB さんのライブにシークレットゲストで出させていただいて、なんか久しぶりに他のグループの方と一緒にさステージ立ったから楽しかった。うん、大スターのなぎちゃんが写真撮った。だって撮ってないんです、なぎささん。でもリハーサルの時エブリデイカチューシャのあの一列になってダタタタタってやる時の移動の時にめっちゃぶつかってその混雑してて、すごい思いっきりなぎささんとあってぶつかって、すいませんって言って、そうぶつかってしまった。それぐらいの絡みしか。そう、チッヒーさんはねめっちゃ可愛かった。お話はしてないんですけど遠くから見てた。めっちゃね目がクリックリでめっちゃ可愛かった。うん、おいしい。推しは誰かな、だって、まあ、ゆずずなんですけど、ゆずずはね今お休み中で。いなくて、でも可愛いなって思うメンバーめっちゃ、てかみんな可愛すぎてやばかった。なんかねすごい可愛い子、 B2 のキャプテンの子、なんてさつき愛花ちゃん、可愛かった。めっちゃなんかねめっちゃ可愛くてすごいずっと見てたんですけど、まあ喋ることとかなかったんですけどね、あのさつき愛花ちゃんっていうんですか、であのクリアファイルとかうちわをね NMB さんからいただいて、そうラチとかすごい NMB さん詳しいから、この子可愛いって言ったら、あーって、あーこの子はみたいなで教えてくれて、ミヨンさんとかだと、みたいな、どの子みたいなって、この子ですって言って、って調べてみようってなって、
さつきあいかちゃんって調べたら、えってキャプテンなのみたいな、こんな、えこんなちっちゃいな可愛らしい子がみたいな、そう可愛いって、赤ちゃんみたいだったよ、でも見た目はさつきあいかちゃん可愛かった。MC が本当に面白かった、本当面白かった、なんか AKB の MC と全然違う、なんかやっぱり関西の人の話の勢いってマジですごいなって思った、なんかめっちゃ面白かった、なんかねすごいかった、すごいやっぱ面白いなって思った、なんかラリーが3ラリー1笑いみたいな、もう3ラリー1笑い、もうラリーラリーラリー1笑い、ラリーラリー1笑いみたいな、もうすごい、うん、誰かがボケたら絶対誰かが拾う、ボケて拾う、もうボケて拾う、もうすごい、うん、やっぱすごいその連携がすごいなって思った、うん、なぎちゃんのこじりん下がっては面白いから検索して見てみなら、いやもう何回も見てよ、面白い、そう めっちゃ面白かったです、 MC もライブもすごい勢いあってみんなキラキラしてて可愛かった、うん、なんかねすごい連携がねすごい、やっぱ誰かボケて誰か突っ込んで、でもう一人誰かがまた次につながる何かを言って、また誰かが何か言って何か言って何か言ってて、もう全部がすごかったよ、うん、すごかった、うん、ゆきりんさんが31って言うだけで落ちる、え、もうそれびっくりした、なんかMC の時もなんか一番最後ぐらいに渚さんが、いやゆきりんさんは32歳ですからなんとかなんとかって言った後に、そうそうもう一人のそう MC の方がいやいやいやみたいな、33歳ですよ何言ってあるんですかみたいな感じ言って、もうそこででもゆきりんさん31歳だからもう言いやすいようにもうこの流れができてて、いや31歳だからみたいなゆきりんさんが言ってもなんかわかんないけどドッカーンって笑いが起きて、えってえこの流れ綺麗すぎるし、そうすごいやっぱなんかすごいなって思った、なんかパスがうまい、うん、
NMB の MC の分析おもろいだって。いや本当にねめっちゃ面白かった。やっぱね渚さんが面白いっていうのはずっと思ってたんですよ。なんかまずあのリクアワのなんかショールーム裏ショールームの時になんかショールーム配信で青木さんと私がなんかやいた時なんか話してた時に渚さんがいて、なんか青木さんになんて言ったんだっけな、あれって青木さん頭寒そうですねみたいに言ったのかな、なんかそういうもうなんかそういうことを言ってて、あのそのリクアワの裏のショールーム配信の時にそれそういうなんかそういうボケをめっちゃ言っててえみたいななんかびっくりしちゃって、私その時まだウブで、その時まだ10代とかだったかな、まだ青いトヨタのチェックの衣装とか着てた時なんですけど、なんかすごい面白くて、渚さんがそう、でもその時からもうめっちゃ面白い人ってイメージだったから、うん、そうだからやっぱ昨日もめっちゃ面白くてやっぱすごいなって思いました。うん、フフフ、そう面白かった昨日、楽しかったです。うん、食べ終わりました。髪くらいエリちゃん見慣れてきた。マツパしてますかだって。マツパしてないの、今日めっちゃ上がった。でもマツパしてみたいんです。NMB ファンですがお代理も好きになりましたって嬉しい、ありがとう。ちょっと青色入ってるだって。そう青色入れてとは言ってないけど、なんか青入れてくれたそうなんか光に照らされたらちょっと毛先青。カラコンじゃないです。裸眼。リミスタ2時始まったから追加してきた。ありがとう。リミスタ2時発売中です。サイン書きます。お代理サイタルはいつやるの、計画中です。うん、今の黒さは染めた黒なの。はい、本当はどれぐらいの黒さだってもう分かんないです。もう染めまくってるから髪の毛を。ミスター初めて買った、緊張しただって。 あ嬉しい。私んとこかな、来てくれんな。うーん、寝ます、おやすみ。
ミミスタコメント大喜利本当むずいだって。笑わせてください私を、ぜひ。普通の文章で申し込んじゃった。いやいいんだよ普通の文章で、何でも嬉しいです。金髪って今年だって。そう今年1月かな金髪。うんもうそうめっちゃ明るくブリーチしました。うんまたしたい。でもまた時間があればやりたいです。傘あったの？あ、傘ね取りに行ったよ。わざわざ電話して、なんかあのねスタジオの収録のスタジオの近くのパン屋さんに買っパン屋さんでパンを買って帰ったんですよ。でそのパン屋さんの傘立てに傘を忘れちゃって、でも遠いからもう取りに帰るのめんどくさと思って、でも取りにやっぱ大切な傘だったから、その日の夜に電話して明日取りに行きますって言って、レッスンの前にそのパン屋さん行ってからレッスン場行きました。そのパン屋さんに一回行って、傘すいません昨日電話したものですって言って、傘を取ってからレッスン。いやもう本当大変でした。そのために早起きもしたし、そうそのために早く家出たし、そうなんです大変でした。でも本当乗りたかった電車に乗れなくて、やばいってレッスン遅刻するって、え傘諦めるかって思ったけど、鬼走った、もう鬼走った、もう疲れた、めっちゃ足痛い、鬼走って間に合った。エリさんもしかして一人っ子ですか？四人っ子です。四人っ子。Hey。 トナカイの肉そりで、サンタのおじさんやってくる。でん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 。自分も武道館ライブの時鬼ダッシュした。え？なぜ？素敵、ありがとう。ありがとう。こんばんは、こんばんは。リミスタずっと喋りっぱなしでおだれの喉が心配だって。いつだっけリミスタって。近々でしたっけ。
土曜日。あら 22? ドボンライブが24。頑張ろう。リミスタ待ってまーす。ドボンライブは24。今日はドボンライブのあれやってきた。なんだっけレッスン。ワクワク。イベント続くのありがとうだって。ありがとう。シェイシェイ。カムスハムニダ。Thank you. チェゴ。ボンライブ行きましたって待ってます。チェゴ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 。7時だ。チェゴチェゴランド。前髪薄くしたの？だって薄くした。30日のお話し会頑張ってね。だってえ頑張る。19日劇場公演だ。どうしようかな。髪ハーフアップみたいなんしてみたいんですよ。こういうなんかこういう感じの。でも帽子だから無理。劇場公演キャンセル待ちでした。キャンセルシティかっこよ。キャンセルシティ。毛先は多いね。だってやっぱり。いや多分これは黒光りしてる。ゴキブリと一緒でゴキブリと同じ黒光りしてるだけで青く見えてるだけかも。うん。緑にも見える。そう、美容師さんがなんか青と緑なんか混ぜた黒髪って言ってた。うん。これからゴキエリナだね。だってえ？やだ。嫌なんですけど。
スパいい。え、なんで？どういうこと？怖い。あ、わかった。あの、お話し会1枚で満足度が1億パーセントだからってことか。お値段以上エリナ笑。今日はお昼ご飯牛タン食べました。牛タン食べたってな感じで、皆さん今日の配信いいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。そしてはい、高評価よろしくお願いします。コメントもよろしくお願いします。はい、ということで皆さん本日の配信見てくれてありがとうございました。チェゴーチェゴー。はい、じゃあということで、じゃあ本日の配信はもうこれでね終わりということで、はい、アリチェゴでした。ではじゃあ最後にランキング読みたいと思います。では行きます。13位ファデル、12位筋肉愛好家、11位リュウスケ、10位ヒノトン、9位 NC マックス、8位マッカーシー、7位ミサキ、6位マーアットオダシ、5位ミホ、4位ごめん先生、3位ミヤちゃん、2位ナオナオ、そして1位はクマティーチェゴー。はい、皆さん本当にベリーチェゴでした。ということでね、本日の配信見てくれた方にハッピネスが振りまきますように。じゃあ皆さん今日の配信終わります。チェゴー。はい、ではまた明日の配信で、はい、チェゴりましょう。じゃあ皆さん、じゃあまた明日、チェゴー。